行きましょう。準決勝第2試合、ロックスバンドパーティー、またメインかよというところでしょうか。なくてさあ、失敗立ち系の立ち込みか、バンを取って、おっと、さあ、強要か、なんとかアドリブでつなぐ、さあ、しかしマナティには全てをひっくり返す一発がある。でも足払い龍神が入るようなキャラにはどうも見せる要素がない。ロピーバック転間に合わない。重ねていく、キャット、おー、かっけん、さて S タテイルが頑張らしてからの S ハイ、ここは確かに最強よ。投げと見せかけて下段を打つとか熱い。あー、しかしジャムはバックステが多いだけにネガティブが出てしまう。さあ、ゲージ出してここからメインを仕留めるか。マナティのメインが50回、しかし最後はジャンプスタイム、あのフレームから間に合うから一本です。ロックスアウト、危ないです。そしてさらに補填を切ってのオーバーヘッド、おっとロッピーを潰して今度オーバーヘッド、これはさすがに受け身取れる。あー、ビヨったよー、まあ、あんだけカウンターぐらいは仕方ありません。取り返してマナティ1-1、出しはい出しはい、うーふぅ、ジャンパイカウンター、あー、やったか、キーマーとガード、スタート、キャップが勝ってしまった、よかった、プレス、マナティ抑えるが、ロックスも返していくが、キャビアライズをして、バイハイまで、勝ったのはマナティ。